こんにちは、マサ46494です。今回は、星のドラゴンクエストのイベントのドラゴンクエストビルダーズコラボダンジョンの続きをやっていきたいと思います。4つ目来たね。じゃあ行ってみましょう。まあ最近スキルの調整というか、強化とかめっちゃしたから、ちょっとね、やってきながら説明しよう。ちなみに、ユーナの、祝福の杖にヒャダルコつけました。まあ、結構パワーアップさせて。あと、なんだろう。あれになんか、なぎ払いとか、刃砕きをプラスさせました。あれね、つい最近気づいたんだけど、あれなんだね。なんだっけ。サブスキルは、チェンジ可能なんだね、あれ。一回つけたら取り外し無理だと思ってたんだけど、全然そんなことなくて。メインスキルは、その武器じゃないと、ずっと維持できないけど、サブスキルは入れ替え可能だから、強い武器が来たとしたら、サブスキル外して、それに取り付けられることができるから、もうつけてええやんってなって、つけた感じです。お払い。お払いは使わないと思うけど。とりあえずスキルはなんかつけてみました。ひらめくちょっと見たいね。あ。まあ別にこうヒャダルコでもいいし、ライディーンもあったから、ライディーンでもいいし、みたいな。どっちが強いんだろうってよくわかんなかったから。とりあえずヒャダルコをつけた。どんな感じ？ああ、まあまあ、100ぐらい。次に魔法系つけていこうかなと思っています。ユーナの杖、ついにはね。よし。めっちゃ行く行ってみよう。ハンマーないからいいや。それなのにか。さあ、行きましょう。あと、ベホエミのレベル上げたから、すげえなんか、上がるのがめっちゃ早くなった。ヒャダルコをすげえ使っていくスタイル。そっか、なぎ払いとか、ちょっと使ってみたい。うわ、なぎ払いはさすがに弱い。てか、まだレベルが少ないからっていうのは。よし。
お、ちょっと残った。まあいいや。いいね。4人目が攻撃に参加するだけでちょっと違う。お、金落ちた。ということは武器系っていうかあれが落ちた。ボスドロップの初めて落ちたな。来た、ビルダーズハンマー。え、ハンマーの出るタイミングね。だからハンマーだったのか。ここでも竜王なんだ。さあ行きましょう。なかなか効いたぞ、ベギラは。よし。あ、やべ。取らなかった。結構スキルフィニッシュするまでもなくなってきた、案外。落とした。結構効いてる、レベル1なのに。よし。OK。あ、落ちない。魔法と。あとは次回は最後のとこだね。最後のとこやって超級やって伝説級的な感じで進めていこうと思います。はい、ということで、星のドラゴンクエストの、コラボイベントでした。
よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。